こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回はプロスピタワーのイベント解説動画やっていこうかなと思います。まあ、少し変更点もあったりとかしてますので、そこの変更点も踏まえていきながら効率よく進めるための大事なポイントをご紹介をしていきます。まあ、プラス経験値を獲得していこうっていうのが最近大事になってますので、まあ、そういう今だからこその大事なやり方、まあ、ちょっと前と違う部分も時期的なところなのでしっかり見ていきます。あとプラスでエキサイティング、やっぱり非効果迷ってる方もいると思いますので、まあ、ひとまず第1弾非効果迷ってる方向けに6月7日からですかね、まあ、その時期から次の目玉の TS 第3弾、あとはセレクションの1弾2弾とか、まあ、それぐらいまでどのくらいエナジー数が増えそうかっていうところを確認していこうと思います。まあ、登場日予想になっちゃうんですけど、まあ、その予想が当たればっていうところでの目安になると思うので、エナジー数ちょっと少なめだから不安だなと思ってる方とかはよかったら参考にしていただければいいんじゃないかと思います。ではやっていきましょう。では簡単に更新見ていきましょう。エキサイティングの1弾登場っていうところで、生放送のクイズ報酬のS 契約書とプラスでイベントにも S 契約書が用意されておりました。てっきりね、一段の累計ないんじゃないかと思ってたんですが、まあ、ここは嬉しいポイントなのかなと思います。まあ、ただメンバー的には2段の方が豪華になってたんで、ユーザー目線からすると2段のね方が2枚欲しかったよって感じだと思うんですけど、まあ、この3枚っていうのはね嬉しいところかなと思います。で、まあ、無料スカウトが来てたりとかっていう感じですね。ではイベントの方見ていきましょう。プロスピタワーですね、結構久々の登場になりましたが、このイベントでは試合とかその後に発生する挑戦をクリアすることで獲得できるオーブというものがあって、そのオーブを使って塔に登ると報酬を獲得できるとなっております。報酬は主に2種類で、累計の獲得オーブ数、こちらで S 契約書がもらえます。あとは各回クリア報酬ということで、まあ、マックス25回まで報酬が用意されております。で、赤と青どちらの報酬を選ぶかは自由になっているので、まあ、好きな方を選ぶ必要があるっていう感じですね。エキサイティングの選択 A が1枚、ランダム A が2枚といったことになっております。で、変更点今回からのも見ていくんですけど、まあ、前よりざっくりまとめるとシンプルになって、まあなんかあんま考えなくても進めやすくなったなっていう感じですね。あとは周回要素がなくなったっていうのが主な変更点です。まあ、具体的な1つ目、挑戦コストが廃止ということで、まあ、前は挑戦クリアするのにコストが必要だったんですよね。まあ、そのコストが足りなかったら一部の敵はスルーする必要があるとか、 S ランク以上だったら倒すべきだけど B は倒さないとか、なんかそういう判断が微妙にちょっと頭悩ませるというかめんどくさかったんですけど、まあ、今回はシンプルに全て倒せばいいような仕様になってるんで、まあ、これはいいかなと思います。2つ目、万人勝利後トレジャーチャンスが確定で発生するっていうことで、まあ、今回は25回になってますので、まあ、チャンスは25回のみというふうになってるかなと思います。で、3つ目、ランダムボックスが廃止ということで、まあ、前は26回以上ね、行こうと思えば報酬が用意されてまして、まあ、覚醒選手が当たる選択 A 契約書とかかながゲットできたんですけど、今回はまあ別に覚醒イベントでもないし、まあ、っていうかまあランダムボックスをね廃止したからってことなんですけど、そういう周回ランダム要素がなしとなってます。で、ラスト、オーブ数、各回クリア報酬の調整ということで、累計のオーブ数は前回は5日間で4万2000、で、今回7日間で5万8000なので、まあ、1日平均すると若干減ったぐらいというふうになっております。で、まあ、報酬内容は、挑戦ドリンクなくなったとかですかね。まあ、あの、コスト代わりに使えるアイテムだったんですけど、挑戦コストが廃止されたので、まあ、必要ないと判断されたってとこですかね。まあ、なので、まあ、累計回収確証はないんですけど、まあ、おそらく、まあ、エナジーはね、使う必要はないのかなと思っております。では攻略ポイントを紹介していきますが、ざっくりだと3つで、1つ目、報酬は経験値特訓コーチ優先で選ぶ。で、2つ目報酬が同じ場合は赤を選択する。で、3つ目は試練は大解放して2倍試合をなしでやっていくっていうことかなと思います。で、1個ずつ見ていくってことで、最初の赤のところか青を選ぶかっていう話なんですけど、報酬が同じ回で違うパターンっていうのがあって、まあ、経験値とコインどっち選ぶか、もしくは特訓コーチか覚醒魂どっち取るかっていう感じかなと思います。で、やはり今は経験値特訓コーチが欲しいと思うんで、そっち優先で選べるかなっていう感じですね。最近はフェスタとかルレヒトレジャーとか、試合をたくさんこなすことで追加報酬がもらえるお得な期間っていうのがなかなか来なくなってしまったので、試合数もまあ前の周回してた時よりも無課金の方とか特に減ってしまってるかなと思うんで、経験値が欲しい方多いと思います。で、まあトレジャーとかやると特に特訓コーチたくさんもらえるんですけど、まあ、追加でそれも最近はもらえてる回数減ってると思うんで、まあ、特に今だからこそそっちはね、欲しい報酬なのかなっていう気はしますね。で、もし同じ回で報酬も同じだった場合は、 V ロードチャレンジカップするのか試練をするのどっちがいいのかっていう話なんですけど、これも経験値獲得という意味で今サブイベ特典もあるので 1.8 倍期間中生かして、まあ、V ロードをやっていこうというところで赤を選ぶのがおすすめになります。で、サブイベン
ントが6月12日午前2時59分で終わっちゃうんですよね。まあ、イベントは13日まであるんですけど、先にサブイベ終わっちゃうんで、なるべくその終わるまでにね、1.8 倍活かして、まあ、V ロード、獲得経験値が最も多いね、試練の2、3倍くらいあるんで、まあ、そっちを組み合わせるっていうのが大事だと思います。ただ、まあ、イベント的に青の報酬も取るべきってところで、試練もある程度する必要があるんで、まあ、バランスよくやっていく必要があるっていう感じですね。なので理想は調子くんの宿題が終わるまではほぼ V ロードメインみたいな感じ。まあ、一応チャレンジカップも6月10日更新あるんですけど、まあ、V ロードチャレカばっかりやって、まあ、それが終わってから残り36時間あるんですけど、まあ、そこに関してはずっと試練やるっていうのが理想かなとは思います。で、3つ目、試練は大解放をして2倍ジャイは使わずにやるということで、まあ、これは普段も同じなんですけど、大解放すれば獲得アイステム数が1試合で1増えますので活用していくんですけど、まあ、制限時間があるっていうことで、まあ、その5時間の間でなるべく多くのスタミナ試合をねこなすっていうのがポイントとなります。なので試練をするときはスタミナマックス状態から大解放して始めて、まあ、9試合こなすっていうのが理想かなと思います。まあ、そういう意味ではプライベート時間余裕がある日に試練やっていくとか、そんな感じの方がいいかもしれないですね。そして試練で2倍試合を使ったとしても獲得オーブ数は1試合分だけとなってしまいますので、まあ、2倍は使わないっていうのは大事なポイントかなと思います。ちなみに試合は自操作すべきかなんですけど、まあ、活躍ゲージ0だったとしても活躍オーブ数別に少なくなるとかはないので、自動でガンガンやってもイベントへの影響はないと思います。ただもちろん V ロードも特に試練もなんですけど、操作をした方が報酬はより多くなっていきますので、なるべく操作するっていうのが大事かなと思います。以上がプロスピタワー関連の話ですかね。まあ、得点に関してもさっきも言いましたが、経験値必要だと思うんで、基本経験値アップ選択でいいかなと思います。まあ、よっぽどスタミナ余しすぎて累計回収にエナジー使っちゃいそうとかじゃなければ、まあ経験値 1.8 倍がいいかなと思います。ということで、6月7日から TS 3段だったりセレクション 1,2 段に向けてどのくらいエナジー増やせそうかっていうところを話をしていこうと思います。まあ、結論ざっくりとした目安はこんな感じとなっておりまして、それぞれそのガチャの終了日までに溜まるかっていう風なところで考えてます。まあ、TS 3段だと好きな選手ゲットするにはランキング走るしかないと思うんですけど、まあ、そのランキングが終了する時点ですかね、そこまでに溜まる数っていう感じです。まあ、他のセレクションに関してもガチャが終わるギリギリまでっていうところの想定での数値となっております。まあ、なのでこれ見ると TS 3段でランキング頑張るのであれば、まあ、予想としては多くても1250あればなんとか A ガチャ引く方だと大丈夫だと思うんで、まあ、そういう方の場合ですと440、6月7日時点にあればプラス810で、まあ、合計1250がランキングに使えそうみたいな感じになると思います。まあ、ただ進め方としてTS30 連して進めるっていう方の場合だと、おそらく500エナジーぐらい合計の消費が増えやすいのかなと思いますので、その進め方で、まあ、自操作でやるよっていう方の場合は、6月7日時点で940残していれば TS3 段に1750が使えるみたいな考え方ができるかなと思います。まあ、これもちょっと必要エナジー多めに考えてはいます。 TS2 段がちょっとなんか例外すぎてもう意味わかんなかっただけで、まあ、3段は基本的にはね、あの過去のランキングの消費エナジーどのくらいだったかっていうのをそのまとめたものをねランキング化した動画とかもあるんで、そっちも見てもらいたいんですけど、まあ、こういう TS1、3段とかも最近だと、まあ、1000から1000、多くても1100みたいなところで収まりやすくなってるんで、まあ今回も1250ぐらいでいけるのかな。まあ、2段もちょっとやばすぎてランキング怖がってる人もねいる気もするんで、まあそれぐらい収まるのかなと思ってるんで、まあこの目安で一旦紹介をさせていただきました。最短で6月27日から3段なのかなっていう予想になっております。まあ7日間は確定だと思うんで、それだと7月の4日で終わるだろうっていうところの予想ですね。続いてセレクションを見ていくんですけれども、こちらも去年の場合は結構早めの日程できたので、まあその場合の想定ですと1段の終了まで1050、2段の終了まで1380って感じなんですけど、まあ、2年前3年前に関しては去年よりも2週間後くらいな感じの日程で、どっちもほぼ同じ時期にね登場していましたので、まあ、その日程に合わせるんであれば1段終了までに1350、2段終了までに2010くらい増やせそうみたいな感じと思っております。まあ、早め想定だと最強決定戦にどっちもね1段2段どっちも間に合わせるっていうパターンなので、まあ、第2段も7月16日ぐらいから来る可能性
能性もあるっていうところで数字出させてもらっております。日程は基本的にセレクション系だと最短でも7日かな、まあ、10日間とかもあるんですけど、まあ、7日なんで最短だとっていう数字で出してます。で遅め想定ですと、まあ、1段は最強戦前に来るのはねほぼ確だと思っているので、まあ、余裕で間に合いつつ金曜日も更新暑いの来やすいんで7月の12日から、まあ、10日間ぐらいがっつりやって22日までというところが1段。そして2段に関しては8月の5日か6日にね 2,3 年前来てたんで、まあ、同じような感じで5日から、まあ、日数は祝日を避けて、まあ、短め想定で、まあ、8日間みたいな感じで8月13日までなんじゃないかみたいな感じの想定をしてみました。まあ、単純に日数 ×30 して増やせそうな数字を出しておりますね。1ヶ月で言うと900エナジー溜まっていくようなペースの数字となっております。まあ、去年一昨年とかと比べると、まあ、僕毎月エナジーの獲得数も全部記録してるんですけれども、まあ、なんか今年割と100から150多くて、まあ、100ぐらいかな最低で、そのぐらいはちょっと獲得しづらくなってるような最近の記録になっております。まあ、ちょっと僕のスタミナ最近使えてないってもあったりするんですけど、まあ、とはいえ100ぐらいは違ってる気がしてるんで、前は1ヶ月1100エナジー平均みたいなのもいけたと思うんですけど、まあ、今年はちょっと1000エナジー平均で考えなきゃなみたいなってところになってますね。まあ、それは 33×なんですけど、まあ、ちょっとそんながっつりちゃんとできる人もいないかもしれないんで、まあ、1ヶ月900エナジーペースの1日30っていう想定で今回ね増やせそうな数字目安出してみました。まあ、それぞれセレクションに関しては特に回数は、ね、人によってだいぶ違うと思うので、ひとまず6月7日時点で自分の数字見てもらって、まあ、プラスこの数字をしたらそのガチャの期間までに使えそうなエナジー数出せると思うので、まあ、イメージでねざっくり考えてみてください。では最後にマンスリー無料スカウトとあのランク戦で、ね、S 契約書当たったんでランダムの S 契約書引いていこうかなと思います。さあ行きましょう。単発なんですよね。まあ、これはまあスルーでいいかな、そんな無理して、うん、はい、行きましょうか。じゃあ S 契約書いきましょう。ということでこちらですね。いや、プロスピ始めて4年半ぐらい経ちますけど通算3度目獲得することができました。引いていきましょう。まあ最近はライドラー牧原選手あたりとか欲しいかな。で、まあ、この懸賞品とか2500回くらい記録取ったものがあって、確率とか明記したのをコミュニティのとこにやってるんで、最近の投稿よかったら気になる方見てください。ということで、エキサイティング選手と被んない方がいいかな、嬉しいかな。まあ、それの継承問題とかも、まあ、次の動画で解説しようかなと思います。ということで、さあ誰が来る。又吉選手は A3 枚くらいだったかな。ちょっと大田清にならないかもしれないですね。はい、ソフトバンク当てた。ということで、次はエキサイティング選手の解説動画になります。継承すべきか、能力は前発同士どうなるかっていうところだったりとか、次のシリーズどうなるかとか、純正必須かとか、その辺の話していこうと思います。よかったら見ていってください。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。